声がめちまえてるね、幹事長なんて、<laughs> あんな言う、わけのわかんない政党にいて、損しね,ねえ、本当にか,かわいそうだと思うよ、あいつ。新党構想をめぐり、息子の自民党、石原幹事長が、父は利用されていると述べたことに反論しての発言ですが、逆に、パッと辞めて外に出た方がずっと人気が出ると、辞任幹事長辞任を促しました。 これに党の石原幹事長は苦笑いしながら親子の間ですから今度、ゆっくり聞いてお話ししますと言葉を濁しました。